三章、遭遇第五やん。お前何してん。そうか。おう、真島を逮捕したか。分かった。あ、西島康子の捜索はもう手配済みだ。そうなん。あとは例のファイルが今どこにあるか、それを探し出せ。うん。あ、頼んだぞ。ねえ、警察とあれか、なんか俺ら取引してんのか。大吾、あなたのご協力で真島を逮捕することができましたよ。うん、おお、お前なんて言うねん、名前。これで真島組の邪魔が入らない。うん、感謝します。ほんで何や、その浮かない顔してどうなしたんや。さあ、あとはあなたがどう決断するか。何を。それだけです。大吾、これ何や、どうなしてんやろ。おお、あれもおる。みんな来るか。数日前の上野清和会との抗争。おお。それに5年前の100億事件。はい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 。全てがあなた方によって仕組まれていたことだったとは。そうなんよ。いまだに信じられません。だがそれが真実です。おお。もう迷ってる時間はありませんよ。6代目。6代目言うたな、お前。私はね、堂島さん。はい。極道組織というのは社会の必要悪だと思っているんですよ。うん。で、敗戦後、日本という国の復興を陰で支えてきたのは警察と極道です。うん、それは間違いありません。我々警察は目に見える犯罪から一般人を守り、秩序を築いた。そして極道は目に見えない外敵を水際で叩き、この国を独立国家として成り立たせた。ほう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 。ほんまか知らんけど、私は警察だけが正義だなどというつもりはありません。うん。警察と極道は今の今まで常に表裏一体、うん、共に同じ道を歩んできたのですから。だが時代は変わった。はい、変わりました。本来裏の顔であるはずのあなたたちは、組織が巨大化するにつれ本来の立場を忘れ、表の世界に出るようになった。金を稼ごうとする者も増えてきた。はい、確かに。巨大な組織には金が必要だ。しかしそれでは何かとお互いに都合も悪い。だから私はそれを本来の形に修正したいだけなんです。何考えとんの、お前ら一体。あなたさえよければ上野清和会は責任を持って潰します。潰すんか。公の力を使って綺麗にね。裏を取り仕切る組織はあまり多くない方がいい。その条件が荒いというわけですか。ええ。この荒いを新たに若頭に昇進させて我々との窓口にしてほしい。へえ。組織の運営は新井が取り仕切ります。あなたは6代目として東条会を守ることができる。どうでしょう。あなた方東条会としては本来敵であるはずの我々と手を組める。悪い話じゃないはずですが。なんでお前らが決めんねん、そんな。上野は、上野清和会はどうするつもりなんですか。あの葛城という男がバカでないならおそらく彼らは彼らで動き出しているはずだ。私以外の警察上層部との取引の材料を確保するためにね。へえ。材料。ん、臭いのからか、ここは。
え、誰？佐島かこれ。鎖。何？拉致られてる。25年ぶりの再会だな。うわ。佐島。カツラギ。生きとったんか悪いんだけどな。ほんま。年は取ったが、その目は変わらないな。お前も年取ったやないか。こっちはハゲてへんぞ。なんでお前がここにおるんや。話すのも面倒なくらいいろいろあってね。ま、あんたもいろいろ真島さんから聞かされただろう。うん。お前の目的は何なんや。俺のこと拉致して何になるんや。まあ心配するな。すぐにあんたを殺そうってわけじゃない。うん。あんたにはまだ生きていてもらうよ。どうせ殺すんやったら早やれ。この世にまどろっこしいことして時間使うぐらいやったらいっそ死んだ方がマシ。強気やね。ほほう、随分と潔いな。覚悟はできていると。できてます。当たり前じゃボケが。俺は死刑囚や。25年前のあの日、18人も殺した時から覚悟はできとる。できとる。18人殺したね。何がおかしいんじゃ。あんたは何にも知らなかったのか。そう、最初は知らないよな。25年前の事件。はい。お前は誰一人殺してない。何言うとるんや。ほんまなんや。俺なんだよ、18人殺したのは。お前は誰一人殺すことすらできなかった。ただの間抜けだ。間抜けや。どういうことや。どういうことなんや。カツラギ、説明せ。まあそのことは後でゆっくり教えてやるよ。後ろに、お前、時間はたっぷり。キックボクサー俺やねん。何する気や。俺としたことがちょっと計画が狂ってしまってね。うん。最初は警察とつるんでこの上に立ってるビルをいただくつもりだったんだが、予定を変更せざるを得なくなったんだよ。荒井って男のせいでね。荒井やと。荒井ってあの木戸の兄貴分。そうや。どういうことや。まあ事情はゆっくり話すとして、あんたとあんたの妹さんにはまた協力してもらうよ。妹やと。お前安子をどうするつもりや。おっと、まだそんな元気があるのか。安心しろ。あんたたちは今の俺たちの生命線だ。殺しはしないさ。うん。あんたたちと例のファイル、それに有り余るほどの軍資金さえ手に入れれば宗像など用なしだ。宗像やない。そんな。誰が来たんか。誰。どうだ、金の方は準備できたのか。誰。ええ。え、この子スカイファイナンスの隠し金庫にあった現金1000億。お、1000億。無事強奪に成功しました。お前来るか。お前も。お前は気づい。悪もんやったんか。お前寝返ったんか。お久しぶりです、冴島さん。どうなっとんの。寝返ったんか。金かなんかで寝返ったんかな。どうなっとんねんこれ。はい、ニューセレナ急ぐ。はい、心配ですね。魔女の兄さんがいて安子が危ないという言葉、嫌な予感がする。安子さんの身に危険が。ニューセレナ急ぐ。はい、ちょっと急がしてもらいます。伊達さん大丈夫かな。まあ伊達さんよう縛かれてるからな。間違いなくやられてるやろな、多分。伊達さん何回かね、あのボコボコにされてるんで。真島とかやったらね、なんとか持ちこたえるんですけど、まああのおっさんは無理やろ、多分。もうすぐですね。
どこや、ここか。はい。お、どうな、音楽になって、うわ、やっぱりあれはだってさ災難やね、これほんまに。このさもな、あのママが田舎帰ってる時にね、こんなんなって、調べるってなってる、話すじゃないし、物書いて、伊達さんは、伊達さん、伊達さん、何も言われんのかい。うぅ、よかった、気づいた。伊達さん、どうした、何があった。うん、あ、あ、キリュウ大丈夫か。ああ、体に異常なさそうだ、だが意識を失っていたみたいだ。え、なんで、なんで意識を失うの。ほうほうほう、本当に大丈夫か。ああ、まだ頭がぼーっとするわな。何、しばかれたんかこれ、ちゃうの。それで一体何があったんだ。お前が出て行った後、俺も追いかけて行ったろ。で、この店に戻った後、安子さんと話をしていて、気がついた床に転がっていた。安子がやったんかこれ、ひょっとして。それだけか、他に何かなかったのか。あ、そういえば俺が店に戻ったら酒が用意されていて、二人で飲んだんだ。酒、睡眠薬でも入っていたのか。あー、かもしれん。カウンターにある酒を確かめればわかるんじゃないかな。そうか。で、安子さんは。すまない。俺にはわからない。危ないな。悪かった。だが敵が攻めてきたら俺も全力で守るが、安子さんから仕掛けられたらどうにもできんよ。そうか、そうだな。こうしてはいられない。探しに行ってくる。キリュウ、俺も行くぞ。いや、お前は邪魔や。誰さんは連絡がかかるとして残ってくれ。やす子さんが戻ってくるかもしれないし、ここを安全な場所として確保してくれ。そうか、わかった。じゃあ行ってくる。はーい。とりあえず行って行こうか。酒なんか調べられへんしね。はい。やす子を探す。どこにいるんですか。やす子さんを探さなくて、聞き込みをし情報を得る。はい、ちょっとね、ぶらつこうかな。変にしゃべったら、何ん、何やねん、あれは。あー、左行った、左、左や、左折れへんぞ。ん、ん、右に行った、右に折るね。こんな雨の中どこ行っとんねん、やつこ。どっちか、ここ左かまっすぐどっちかに行ったんちゃう。ん、右やね。はいはい、分かりやすいやつ。こっちか、こっちのどこかな。何、見失った。ん、何、あっちか、あっち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 。はいはい、分かった分かった。ここに行ったと。はい、この辺やったら何。おお、まっすぐ公園の方か。どうやら児童公園の方に向かってるの。行ってみよう。あっこ、なんかあの下水道からなんかどっか行けるよね。ひょっとしたらそこ入ったんちゃう。そんなことない、やっぱり開いたままなっとんな。閉めとけよちゃんと。はい、ちょっと行ってみます。安子さんらしいとここに入ったのか。誰かが入った形跡は。どうやら入れそうだ。ああ、こいつらがかくまってるのか。誰か追いかけてきたみたいだ。キリーのこと知らんねんな。一旦身を隠そう。こいつらが安全なところにあり、ありにかくまってるんだ。谷村滝山やね。どうやらすぐそばまでやってきてるな。うん、ああ、上野の連中かもしれない。ちゃうでちゃうで、ここは俺らで食い止めるしかないだろう。いや、喧嘩すんのかな。ああ、いや、物騒なまま持ってる。安子さん。はい。あんたは先に行ってくれ。どこに。え、行くってどこに。この奥さ。奥。はあ、実はこの下水道、うん、サイの河原って言われる場所に繋がってる。いや、行ったらあかんやろ、あいつらおるやろ。サイの河原。あんたもカムロ町に住んでたんなら
聞いたことくらいはあるだろう。あのホームレスのたまり場だった西公園の地下のことだよ。はい。どうしてそこへ。数日前、そのサイの河原であんたの兄貴らしき人を見かけたって情報があってな。昔のホームレス仲間から聞いた。ホームレス仲間。今ならまだ間に合うかもしれない。追っ手の連中は俺らが食い止めておく。だから早く。これはもしものことがあったら使ってくれ。もしものこと。もしもの時のためだからね。やるんかな、キリュウと。それじゃ。あの、何ですか。秋山さんも谷村さんも気をつけて。お前もな。ああ、それじゃ。キリュウは、ああ来てるんか。初対面やな。お前ら上の清和会のやつか。ちゃう。それとも宗方の使いのやつか。違う。何を言ってるんだ。あの女をどこにやった。リリちゃんならとっくに行っちゃったよ。何。わいはキリよ。おっと、ダメだよ。これ以上先には行かせないよ。安子さんには指一本触れさせない。いやいや、敵ちゃうで。さっきから何を言ってるんだ。俺はあの女を守る必要があるんだ。うん。お前らに用はない。守る？守ん。なんだそりゃ。誘拐するじゃないの。好きやん。それはお前らの方だろ。付き合いたいの。つべこべ言わずに道を開けろって言ってますけど。どうするよ、谷村さん。どうする。口では何とでも言えるさ。あれが今誰も信用できない。いや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 。もし安子さんを追うっていうなら話し合う余地はなさそうだ。どうして。ああ、戦うねんや。説明は後回しだ。はい。お前らは悪い奴には見えないが、うん、少し痛い思いをしてもらうぜ。はい。ふっ、言うね。さあ、こっちはいつでもいいぞ。いやいや、くそ。覚悟はいいな。行くぞ。ほい、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 2対1でやるんか。え、ほんまにやんねんな。よい、極み来い。あー、今、極み来んか。ういっ。まあ、とりあえず極み来い。極み、あ、極み出えへんな。ほんま、ちょっと待てよ。武器あれ、いやいや、あれへんな、こんなん無理か。まあいいわ。おい、あ、けどそんなにヒットポイントは高くないね。おい、やったな、この野郎。こっちが何かあるか。ないか、行かれへんな。お前ら強いね、やっぱり。ちょっと前まで俺使ってきたやつさ。この野郎。よい、うん、いい。おい、ちょっとね、地道にこうやって行くしかないな。おい、蹴るな俺を。おい、おい、にゃー、こいこいこい。おい、来たー。あー、くそ。こいつらにはキューティーできへんのかな。あ、キューティーじゃわ、極みできへんのかな。そんな決まりあるんかな。あ、来た。ごめんな、ゲーマー。はい、ごめんやで、ヤケマ。あとはお前だけや、谷村。にゃー。今まで極みしてたね、人間されるがおんねん。おい、
よいしょー。いやいや、まだまだ始まりです。さばきよったこいつ。おい、いやいや、よいしょ。いいパンチ。この左のボディブローいいね、これ。よいしょ、よいしょ。この野郎ムカつく。よいしょ、もうちょいもうちょいもうちょい。起きろ谷村。おいわいわ、キリュウや。おい、はい、お前ら味方やねん、ほんま。寝とけ。そこで、おい、強いで、わいわ。キリュウも疲れてるやん、ちょっと。さあ、これで文句はないな。通させてもらうぜ。はい。くそ、なんなんだあいつは。キリュウや、ワイは強いで。ヤスコさんを探さなくては。聞き込みして情報を得よう。はいはいはい、この辺で聞き込みしようって話かな。まあけど矢印出てるからそっちの方向かっていったらいいやろ。はい、もうこんなやつに話す。はい、ホームレス。いや、キリュウさん。おや、キリュウさん、カムロ城に戻ってきたんか。しかもこんな場所に来るなんて。あんたは、フフフ。あー、いやー、今ちょっとボタン押してもらった。あんたら知らないんだろうが結構世話になったんだって。カムロ城秘術ができる前に左右の変われたから、リーフ城とかあんたのおかげでいろいろ助かったんだ。そうか。ところでこの先に行くにはこいつが必要だ。持って行ってくれ。何？マンホールが、あー、マンホール、ほうほうほう。これがあればマンホールの蓋開けられるようになる。ああ、そうなんだよ。ちょっとここを通ってしまったら力マックス開けていって。ああ、はいはいはい。で、上がったらいいんだね。はい。はい。これはサイの殻に行ったらいいんやろ。サイの殻こっちか。ということは、あいつおるんかな？サイ島とかおるんかな？また喧嘩か。それは、もうおれへんかな？はい。わいやー。もうみんな拉致られてる。ヤスコももうおれへんかな。うう、花屋。花屋、来んのが遅いんだよ。はい、ごめんね、キリュウ。はい。ああ、あいつらも来た。どうなってんの？ヤスコさんはどうなった？連れて行かれちまったよ。にゃー。誰にだ？カツラギ。それに、ヒドってやつに。くそ。どうなってんだよ。みんな来るや。